アウグスト・エファーディングはドイツのオペラ演出家、監督である。ボン大学とミュンヘン大学でピアノ、哲学等を学んだ後、1950年代にミュンヘン・カンマーシュピーレにおける下積みからキャリアを開始した。なお、彼はドイツカトリック学生連盟協会の母体であるボンのカトリック学生団体に所属していた。1968年からハンブルクで演出家として、 活動をはじめ、1977年、ミュンヘンのバイエルン国立歌劇場総監督に就任。翌年バイロイト音楽祭における、さまよえるオランダ人の演出を手掛けたほか、ベルリンドイツオペラ、チューリッヒ歌劇場でも演出を行っている。1983年には、バイエルン国立歌劇場のほか、ゲルトナープラッツ劇場、国立劇場を含むミュンヘンの修立。 劇場総監督に就任した。彼の作品は、ウィーン国立歌劇場、ザルツブルク音楽祭、ロイヤルオペラハウス、スカラザ、シカゴリリックオペラ、メトロポリタン歌劇場、サンフランシスコオペラ、オーストラリアオペラといった多くの一流オペラハウスで上演された。エファーリングには、妻と4人の息子がいた。1999年、ガンにより死去。 以下をはじめ多くの作品を DVD で見ることができる。ありがとうございます。